口場駅は、かつて、島根県大地群夕南町下口場線3 0 0番地に、存在した、西日本旅客鉄道参高線の駅である。電報略号は千葉。三重線の廃止に伴い、2018年4月1日に、廃駅となった。広島県との県境近くに設置されていたが、河野川からはやや離れていた。三次駅当駅間の列車が午後に1、 往復設定されていたが、2018年3月17日から路線廃止までの間は、豪図域に延長されていた。駅周辺は、1950年代初頭、口場木炭の一大生産地あり、貨物輸送によるさらなる増産が期待されていたが、開通する頃には、エネルギー革命の煽りで、木炭需要は激減。結局、貨物列車が発着することはなかった。 また、離村も進み人口も激減していた。1975年に全線開通した後は、中間駅となったが、開業直後は CTC や信号設備などの関連工事が遅れにより全線を直通する列車の設定はできず、しばらくの間、口場駅で運行系統が分断されていた。その間、口場駅は三次駅方面からの1日7往復の、 普通列車と浜原駅方面からの1日4、往復の普通列車の乗り換え駅としても機能した。島式一面2線のホームを持ち、交換設備を有する地上駅であった。廃止時は浜田鉄道部が管理する無人駅であり、駅舎は中身がガラン道の待合所であった。ホーム3時より下り線側に構内踏切があり、それを通じてホームに出入りする形状となっていた。 なお、自動券売機等の設備はなかった。ホーム上に乗りば番号表はなかったが、駅掲示時刻表では、上記の番号で案内されていた。大南町 A バスの多くの系統が、口場駅に停車する。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。なお、1994年度は41人、1984年度は68人だった。 ありがとうございます。